ここはあの削り物する作業台なんですけど、これ同じような電動のサンダーが6個あります。あのなんで同じようなのがいっぱいあるかというと、それぞれ違うこのディスクがついてて、あの本当は1個で交換してやればいいんですけど、そうするとその交換もう調子よく作業してる時にその交換の作業が入ると、もうそこで自分のテンポが変わっちゃうし、あのノリが変わっちゃうんで、あのなるべくその流れをね、あの切らないように、常に違う刃をセットしてさっと変えられるようにしてあります。それはあの自分が横着だってことを自分ですごい把握してるんで生活の知恵で。まあ本当はその都度これを変えてやればいいんだけど、結構面倒くさくて、本当はこっちでやんなきゃいけないものをそのまま違うのでやっちゃったりするんで、そういうのを防ぐ意味でもね、同じようなものをたくさん用意してあります。あとはまあこういうリューターなんかも同じような意味で刃を変えてあらかじめ置いてあります。いろんなサイズで、いろんな目の粗さも違うし、まあ、ワイヤーブラシがついてるのもあります、ね、これは切るやつですね、カットするやつ、ね、あとはちょっと大きいやつとか、うん、で線が分かんなくならないように色分けしてあります。もう線がこう交差してくると何が何だか分かんなくなっちゃうんで、一応機械側とこの差し込み側に色をつけて、抜いたり差したりの必要なものを正確にできるようにしてあります。本当分かんなくなる。これはもう原始的な切る道具です。これこうやって結構カーブも切れて、古いけど結構優れものです。歯です、危ないですよ。マルタ海岸で拾ってきたんです何かにくっつけなきゃいけない。そうですね、道具はみんなメカニックはそれぞれ工夫してやってますよね。もう近々パーツオーダーをして、新しい新品のピストンとかが来たら加工屋さんに持ってって、それを待ってる間になんかフレームを組み立てたり、してきますね。だから次は何だろうね。あ、フレームはとりあえずこの状態で全部一回エンジンとかを乗せて足回りを組んで、それから姿勢を見て、なんか改良するとこがあれば。これはだってあのまだバイクの形を僕は見てないんで、一回仮組みして考えないといけないですよね、どういう風にするかっていう。フロントはブレーキを手配してあるんで、後ろは組み立てなきゃいけないけど、まあそんなでもないです、そんな大変でもない。